いどうも、コミーです。さて、本日はですね、ついにイエティをね、使った戦術、私のね、チャンネルでも見ていきたいなというふうに思います。まあ、イエティって、もうね、いろんな YouTuber の方、ジョーカーさんとか、綾瀬さんとか、まあ、ユータさんとか、この戦術の強さっていうのは、もう存分にね、皆さんにお伝えしてると思うんですけども、まあ、私もね、私なりに、この戦術を使いこなす上で、注意すべき点、まあ、気をつけたらいいポイント、このあたりっていうのもね、本日の動画の中で、お伝えできればな、というふうに思います。まあ、とにかくね、自分も使ってみて思ったんですけど、このイエティって、まあ、強いですね。まあ、その強さの秘密なんかはちょっとね、私なりの考察を、お話、ちょっとね、交えながらやっていきたいと思うんですけども、まあ、まずはね、動画本日、3本。見てもらいたいというふうに思ってます。で、その3本のね、動画それぞれ、まあ、ほぼほぼ、違うような攻め方をしているので、それから、まあ、どんな風にね、イエティを使っていったらいいのかっていう、その、まあ、共通点みたいなところっていうのをちょっとね、考えていきたいというふうに思います。で、まずね、本日1本目のアタック、こちらです。雪風さんがね、取ってくれてるアタックなんですけども、まあ、どういう風に攻めるかっていうと、まずここのところ、おでひでしっかりこうカットしていきますね。で、さらにこちら側、イエティで、カットします。イエティプラスね、ウィズをここに出すんですけど、かなりね、この、カットの方法っていうのが今出てきましたよね。優秀ですね。これぜひ、まだね、やってない方は、覚えておくといいと思います。ライドラ使っちゃうと、この対空砲がね、邪魔になって、思ったほど削れなかったりするところを、まあ、イエティにこう、ウィザードをつけることによって、まあ、今までで言うところの、ゴレウィズとか、まあ、ジャイウィズみたいな格好を作って、削っていく。このサイドカットかなりね、優秀ですね。で、中央から一気にこうね、イエティを流し込んでいくんですけども、そうすると残っちゃうのがこことここですよね。これをどう処理するかっていうんですけども、こっちからボマーを入れていきます。ボマーを。で、こっちをロイヤルチャンピオンを入れていくという格好で、3つのね、こう舞台を使ってこう攻めていくんですね。で、基本的なイエティの使い方っていうのは、この3つの舞台をいかに、並走させるか、ここにね、尽きるというふうに思います。ので、まあ、他のね、いろんな攻め方もあると思うんですけども、イエティを使ったね、考えなきゃいけないのは、中央に入ったイエティ、こういう風に結構ね、レイジに乗っかって火力を出してくれますけども、なんていうのかな、左右からの集中砲火を食らわないようにしっかりね、ケアをしてあげる。まあ、そこが重要ですね。今ここ、ロイヤルチャンピオンでしっかり削れていって、今これ、ボマーが出てきましたよね。こんな風にボマーが入っていく。で、終着点をこの辺りにしていくって感じですね。すべてのユニットがこう、全部ここに向かって集まっていくようなルートを作ってます。これですね、イエティを使う上での、まあ、ポイントっていうのは、もうなんといっても、舞台を3つに分けて考えるということです。まあ、くどいですけども、中心部で暴れるイエティ、あとこっちとこっち側ね、まあ、こういう風に入った場合の話をしますけどね、両サイドを何で潰すか、まあ、今回の雪風さんのアタックで言えば、まあ、ボマーとロイヤルチャンピオンを、まあ、使っていると。いうことですね。で、そういう発想でいったときに、めちゃくちゃね、便利なユニットがあって、まあ、ユニットっていうか、アイテムがあって、それが、投下兵舎なんですね。投下兵舎の使い方って、まあ、皆さんご存知の通り、サイドカットに結構ね、便利だよなんていう風な、紹介がされていると思います。で、その効果っていうのがね、この今言った舞台を3つに分けるその考え方の中でピタッとはまるんですね。で、テスさんが攻めてくれたこのアタック、まあ、どんな風に攻めていくかというと、ジャンプをここに打って、ここイエティを真ん中流していきますね。で、こっちから、ここに投下兵舎を入れるんですね。で、こっち側、こちらに関しては、ロイヤルチャンピオンを入れていくという格好で、こう3つの舞台をね、並走させてまあいくわけなんですけども、まあ、ロイヤルチャンピオンが、ね、できたことによって、その短期でね、外周を歩かせて突破力のある、まあ、ヒーローが、まあ、1人増えたわけですよね。まあ、それが実際このアタックを可能にしてると思うんですね。これ、タウンホール12で同じようなことをやろうと思うと、ロイヤルチャンピオンがいないので、まあ、やれる方法が本当、限られてきちゃうんですよね。まあ、例えば、バーバリアンキングとアーチャークイーンを、まあ、揃って外周流すなんていう方法もね、まあ、あると思うんですけども、まあ、ロイヤルチャンピオン1体いれば、そんなことしなくても、ロイヤルチャンピオンだけでこのね、外周片側削れちゃいますからね。
これがね、13を使う上で、まあ、ものすごいね、変わった大きなポイントになってくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的には思ってます。で、これですね、投下兵士はここに投げていきました。で、中からペッカが出てきて、その後ウィザードが続いていくと。で、投下兵士の体力が全部なくなった段階で、ここからホグライダーが出てきますね。で、そいつらが完全に、こちらのサイドっていうのをもうがっつりとね、こう削ってくれていくと、まあ、いうわけですね。ロイヤルチャンピオンも今ここにいますけども、まあ、しっかりこの辺ね、全部ケアしてくれて、中央はイエティ、でこっちは、兵士。まあ、こんなようなね、格好がしっかりと出来上がっているのがわかると思います。まあまあ、冒頭結論言ってしまいましたけども、イエティを使う上で、一番やっておかなきゃいけないのは、やっぱりこの3つの部隊を並行して進ませることですね。まあ、それが逆に言うとできると、まあ、中央に関してはもうイエティに任せてしまって、で、さらにね、その両脇からの、挟み撃ち攻撃みたいな、横打ちっていうのかな、これを、ね、しっかり防ぐことができる。まあ、そうすることによって、3つの部隊がそれぞれしっかり生き残って、最後までこうね、なんていうのかな、破壊しきるということができるわけですね。まあでもイエティって便利ですね。まだね、使ってない方がいたら、レベル1でもいいから使ってみることをお勧めします。本当にね、今まで、ペッカボーラーとか、こういう、村のね、中心部にユニットをこう流し込むようなアタックっていうのをやってきた方にとっては、まあ、使いやすい、ユニットだと思います。のでね、ぜひぜひ試してみていただけたらな、というところですね。はい。では、本日最後の、アタック見ていきましょう。最後見ていくのはこちらですね。これも鉄さんがね、取ってくれたアタックになってくるんですけども、これね、ちょっとそれぞれ違うって言いながら今見て思い出しました。結構ね、2回目3回目鉄さんのアタック似てます。同じ方なんでね。まずはおでひでここをしっかりこうカットしていって、こっちはイエティですね。でカットしていきます。で、真ん中にこう立ってイエティを流していくわけですね。で、確かですね、どちらかな、こっちが確か、兵舎を出していくのかな。で、カットしていくと。で、こっちは確かロイちゃんだというふうに思いました。そんな感じだというふうに思いますね。ざっくり言って、真ん中、イエティ、こっちがロイちゃん、で、こっちが、兵舎と。まあ、この、三段攻撃ですね。こんな感じの。まあ、プラン的にはこういう、3つのユニットを使い分ける格好になります。で、まあ、攻めの形的には、この前回のね、2回目のアタックの方も近いので、まあ、あんまり細かいところは言わずに、まあ、イエティがね、なんでね、そんなに優秀なのっていう話をちょっと、私の思っているところをお話ししたいというふうに思うんですけども、これですよね。イエティってまず、体力がすごい高いんですね。アイスゴーレムと同じぐらいの体力があると。まあ、それでいて、攻撃力も、まあ、数百秒間叩き出せるぐらいの、まあ、パンチ力があり。で、かつですね、このイエティってミニイエティをね、こうなんか、この紫色のぴょんぴょんしたの。これを出していくわけですよね。なので、なんていうんだ、この紫色のぴょんぴょんしたミニイエティって、防衛室に対するダメージが、かける4倍っていう、まあ、ものすごい防衛施設キラーになっているわけですよ。で、こいつが、中心部に入ったイエティからばらまかれることによって、そのイエティがいる場所だけではなくて、その、周囲一定の範囲、まあ、ここにだからイエティがいたとすると、まあ、このくらいの範囲ですよね。こういうところを全部ミニイエティが潰してくれちゃうわけなんですね。なので、その中央に入った瞬間に、ダメージ受ければ受けるほど、その中心部の周り周囲をね、ミニイエティが潰してくれるっていう効果が、まあ、期待できます。で、それプラス、まあ、さっき言ったようにイエティのパンチ力も結構あるので、まあ、なかなかね、この、なんていうのかな、止められないというか、普通だったら、まあ、ギガインフェルノとか、巨爆とかで一気にね、ボーラーなんかは焼き尽くしちゃえば、もうそれで終わりだったじゃないですか。けど、イエティって、このミニイエティを放出する、まあ、その条件が体力減るっていうことなんで、減った瞬間にミニイエティが出てくるっていう、その、無傷でミニイエティを倒すことができないわけですよ、防衛側からすると。絶対に、こういう感じでミニイエティがこうダメージ受けると放出されちゃうんですね、こういうふうに。ピピョって。出てくるかな。出てこないな。来なかったですね。まあ、でも、こう放出されちゃうんで、ノーダメージ、防衛側からすると、防衛施設を、ノーダメージで抑えながらイエティを潰すってことができない。まあ、そういうね、ものすごい厄介性があるんですね。
まあ、ライトニングドラゴンの倒れる瞬間のあのライトニングズガンズガンって落ちるやつがもうほんと可愛く思えてくるぐらい、このイエティのダメージ受けた時の反撃力っていうのは高いんで、まあ、それがね、攻め手側からすると、まあ、ものすごいアドバンテージになって、中央に流し込みさえすれば、まあ、大体ね、こう村の中央ってまあ重要な防衛が、いっぱい集まってますんで、そこを猫突き持っていけるってことですね。タウンホール13って新たに登場した、投石機、これに関しても、イエティの体力が高いので、ボーラーとかね、バルーンを相手にするのとわけが違いますから、猫突き持っていけないんですね。ヒーラーなんかついちゃったら、もうレイジヒーラーで、なかなかイエティそのものが倒れなくなっちゃうし、で、もう投石機が束になってもそう簡単にね、落とす前に、まあ、イエティの攻撃力でやられちゃうということになるので、まあ、とにかくね、ちょっとやっぱりこれは、まあ、ジョーカーさんが何度も言ってましたけども、下方修正私も来るなって思います。ちょっとね、突破力が桁違いになってる印象がありますね。まあ、今の環境ではね、まあ、それぐらい、なんていうかな、突破力あるユニットなんで、ぜひぜひね、皆さん、試してみていただけたらなと。まだの方はね、試してみていただけたらと思うし、もうやってる方はね、まあ、今みたいに、中央にイエティを入れながら両サイドをどう撃破するか、まあ、このあたりっていうのを考えながらやってもらうと、よりね、精度が高まるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。